再スタートです。続いては BC リーグ富山サンダーバーズです。7月24日ビジターの石川ミリオンスターズ戦で後期初勝利を手にしたサンダーバーズは翌25日ホームで同じく石川と対戦しました。前日の試合で後期初勝利を挙げた富山サンダーバーズは連勝を狙いマウンドに三橋を送ります。打たせて取るピッチングが持ち味の三橋はゴロの山を築き石川打線を翻弄しました。バックも好守備を見せ三橋を盛り立てました。守りのリズムの良さはバッティングにもいい影響を与えました。1回裏2アウト1、2塁前日の試合でホームランを放った5番町田が鋭い打球のヒットを放ち1対0サンダーバーズが先制しました。2回には塚本のタイムリーヒットでリードを2点に広げ三橋を援護しました。5回終了後 BJ リーグ富山グラウジーズの江藤ヘッドコーチと加藤キャプテンら5選手が駆けつけホーム戦での勝利に向けファンと一緒に声援を送りました。1点を返され2対1となった8回三橋は2アウト3塁からこの試合初めてのフォアボールを出しピンチを迎えます。しかし三橋は変化球で4番の深澤を内野ゴロに打ち取りこの回も0点に抑えます。三橋は最終回を三者凡退で締めくくり初完投で初勝利、2対1でサンダーバーズに連勝をもたらしました。声援をいただいて、とても力になってました。苦しい時特に、大きな声を聞こえました。これからも頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。チームが勢いづくためにはやっぱり勝つその喜びというんですか、勝つ味を味わわなきゃいけない。でそういうところでやっぱり1個勝って1個負けたっていうよりやっぱりこの2つを2連勝してこの1週間を過ごしたかった、でそういう思いがありましたので、まあ、本当によく頑張ってくれたと思います。7月25日の試合を終わって BC リーグの順位表です。サンダーバーズは石川に連勝しましたが順位は変わらず北陸地区3位のままです。上信越地区の首位は信濃です。三橋投手の初勝利、チームの連勝と一気に波に乗りたい富山サンダーバーズ、この週末の試合はご覧の通りです。最後は BJ リーグ富山グラウジーズです。新キャプテンに入団2年目の加藤誠選手が決定。新体制のもと早速始まった合同練習を取材してきました。ご覧ください。合同練習は本拠地上市町のお隣立山町体育館からスタートです。練習には今シーズンキャプテンを務める加藤誠選手を含む5選手と練習生2人、合わせて7人が参加。この日に合わせ水戸選手が髪の毛を短くするなど各選手気合十分です。
り外国人選手が最終的に決まるまでは戦術戦略っていうところの深いところまではなかなか入れないっていうのが本音なので、それまでは選手一人一人のスキルアップと精神力のアップで当然脚力向上を目指してやってはいきますね。本格的な戦術面の練習を行うのは外国人選手が合流する8月中旬頃から。新シーズンのメンバーが全員揃うまでは体力のレベルアップが中心です。およそ1ヶ月間地道な基礎練習が続くわけですが、江藤ヘッドコーチは初日から熱のこもった指導を見せていました。うちの選手、おとなしい子が実は多いので、感情表現の仕方等もいい意味で見習ってくれればいいかなというふうに思っているのもありますので。みんな個人個人の意識でやっぱり去年以上のことをしないとやっぱり日本一になれないという自覚がのレベルを徐々に徐々に上げてますので、そういった意味ではいい形で追い込んでいけてるんじゃないかなと思ってます。でも本当にね、そういう一日一日の積み重ねだから、それを覚悟してやっぱシーズン入ってると思うからさ、そこで一人一人どっかで折れそうな時やるかもしれないけど、そこはチームメイトが引っ張り合ってて、みんな厳しいこと言ったり、みんなの励まし合ったりっていうことが大切だと思うから、このまま頑張っていきましょうって。まとまってはいるんですけども、私は本当のチームワークではないというふうに思ってますので、一回潰す必要があると、もう一度本当の戦う集団のチームワークっていうものを築けていけるように頑張りたいなと思っております。10月の開幕まであと2ヶ月余り、チームの飛躍に向けて厳しい練習の日々が始まりました。その様子は随時番組でお伝えしていきます。それでは今週の激スポはここまで。